願い申し上げます。社内の安全総点検を実施してまいります。そして国書記をまずはしっかりと無災害で迎えられるよう安全衛生活動を取り組んでいきます。要請を受けたのは建設業・製造業の業界団体など県内25の団体です。長崎労働基準監督署管内では今年4人が労働災害で死亡していて、すでに去年1年間の総数に並んでいます。このため労基署は各業界団体に今年起きた事故の内容の周知や現場での安全点検の強化などを求めました。リーフレットを使って、チェックを行っていただくなど、現場の安全意識の向上をですね、会社全体でですね、取り組んでいただくように、情報をその、伝達していただきたいと。労基署ではこのほか工事現場の安全パトロールや企業などへの個別指導も行うことにしています。